お笑いコーナーでございます。ですね、カズサントンミンっていうのは13ユネプラグ13トンミンタンメン、関東語でトンミンっていうトーミーとかっていうような発音なんですけど、12年間サラリーマンやって13年目で始めたからカズサントンミンっていう名前にしたんです。美味しいね。すごい酒、びっくりした。これ目が覚めた。今日サラリーマンは明星食品っていうところにいたんですよ。で、明星食品の先輩が2人来てるんでちょっと紹介しましょうか。おい、飲んだからの先輩来ないと、こっち早くいいから話進まないから早く来てよ。どうも。でっかい方がヒロノリさん、こっちが増田さんですよ。どちらも先輩なんですけど。大丈夫かな。どうも、三条ボールと申します。彼がね、30年前に、店をやるって言ったんですよね。みんな周りの人はみんな反対したんですけど、私はいいんじゃないのって言って、声がありますね。こんなに多くの人たちが愛されたのと思って、今日私ね、一回しか行ってないんじゃないですか。本当におめでとうございます。ありがとう。増田と申します。松井さん、30周年おめでとうございます。同じ会社にいたんですけどね、なれそめと言いますか、私と増井くんはですね、ご年配の方が覚えてらっしゃると思うんですけども、1984年に筑波で科学博というのがありまして、その時あそこでうどん屋スパを売る店を2人で半年やってたんですね。会社の命令でやったんですけども、でそのああいうところに半年もいますとね、やっぱりこう人生観が変わるっていうか、世の中何をやってもいいんだなっていう、そういう雰囲気になるわけで、私はその後また会社に戻ったので、彼も戻ったんですが、戻ってしばらくしたらなんかいなくなっちゃったんですから、どうしたのかと思ったら店始めたんで、店を始めたっていうんで、そちら行ってなきゃって言ったらですね、なんと道のところに輸出用コンテナ40フィートコンテナなんですよね。20フィートです。20フィートですか。ちゃんと店に改造して、だいぶ苦労されたようですけども、やってて、いつまで続くのかなってはっきりって思いましたけども、それは今日のこの日30年もですね、続いていると本当にめでたい話です。今日はお祝いに駆けつけたわけです。そんなわけで、おめでとうございました。ありがとうございます。そうだね、万博やってね、あそこでね、商売に目が覚めたの。万博の店でね、本当は上の方にある中堅のクラス のスーパーの共同経営だったんですけども、店で買ったことばっかりあるんですね。勝手にメニューを変えたり、勝手に値段つけたりするお店が、私はそのスーパー そのチームに呼ばれて、松井がまたなんかやってるよと、勝手にやらせるよとかね、いろいろ言われたんですけど。いや、だけど売り上げが上がればいいじゃんね。そういうふうにね、思い込んだら一直線のところで、ここまで来れたんだろうなと。あんだけ赤字出てたんで、みんな周りの店は。うちだけはプラスだから、1000万ぐらいだよね。プラス1000万。黒字。半年で1000万増えたの。大変だったですけどね、楽しい思い出になって、それがまたこういうふうにね、花開いて身を結んだというわけで、そうですね。一つの、我々にとってはいい経験になったなというふうに思います。ありがとうございます。オブリガード。そうです。はい。明星食品の時代がありました。で、店始めたんですけど、そしたらね、やっぱり同級生が神谷にはいますから、同級生がそこに来たんですね。同級生その辺にいますけど、伊藤。田村マリコ、ちょっと出てこないと、ほらこれ拍手もあるし、
大丈夫そうです。ニッサの悪い伊藤です。田村全然若い同級生って時でな、田村はね、小学校から一緒ですね。はい、ね、小学校、中学校、高校、大学まで一緒です。学部が違うだけ。じゃーん、どちらか、葛飾区立道上小学校、葛飾区立亀有中学校、亀中、日本大学武山高等学校、武山日本大学、卒業するまで一緒で、グッチ雄三に憧れた松井は、とんでもないアフロヘアをやってました。以上で、卒業してから離れたのがラーメン屋、片や警察官、片やヤクザ、それは全然違いました。全然もう間違いない。はい、あと法律の勉強だからね。歴史がないんであんまりお話はできないんですけど、とりあえず野球少年、まあ、野球バカっつったらすぐ分かると思うんですけど、野球でずーっと育ってきました。私がその後は、一生懸命社会に貢献させていただきます。そういえば、マサオは来てないんだよ。マサオはね、野球少年。野球よね。やだよ。まあ、そんなわけです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。亀有時代はね、もうがむしゃらにやった。本当にがむしゃらにやった。だからがむしゃらにやって、その、まあ、忙しくなりすぎたっていうかね、一番そのピークを迎えたのは、相撲取りの鞍馬さん、もうお亡くなりになったんですけど、鞍馬さんは、そういう食べるその評論家でもあったんですけど、うまいって言ったことはないんですね、テレビの番組の中で。で、うちの店食べに来て、うまい、サラリーマンやめて正解って言われたんですよ。んだもんだからもう大変ですよ、鞍馬がうまいって言った店だって言われてさ、みんな来るようになって、もう大変、とんでもない。そんな時に来てたのが山本一世です。どこにいるんだよ、一世リー、一世リー、あ、いたいたいた、リーはいないかな、リーはいないかな、リー、リーさん、混んでるお店にね、並んでやってきてくれたんですけど、あれから30年ですか、はい、30年ですか、やはりね、あれから30年、ちょっとびっくりするんですかね。そう、このリーはこんなひょうきんじゃなかったんですよ、当時おとなしく座ってて、何やってるの。マスターもクールでね、素敵であったんですよ、シュッとしてて。今も、今もかなり喋んなかったよね。喋んないね、忙しくてね。そう、マジで行列のできるラーメン屋さんだった。よかった ね、あの、洗い物とかね、みんなやってもらって、そう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 、ビール飲みたい人はあそこにありましたから行ってきてくださいね。セルフのね、ラーメン屋でした。もうあれから30年だからね。30年だよね。その辺してる人あんまり見ないですけどね。いやー、すごいですね。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ね、皆さんのおかげでございます。どうもありがとうございます。それで、亀有はね、丸9年やったんです。でカウンターだけの10席のお店だったんですけど、そこに皆さん来るようになって、でやっぱりね、中学校の時、小学校の先輩がいて、美味しいワインをご馳走してくれたんですよ。それがきっかけでワインにハマったっていう。川鍋先輩はどこにいました。飲みすぎてね、糖尿になっちゃってもう飲めないんですけど、
川上先輩のどこにいるの？いない？川上先輩いない？さっき見たんだけど。いねえか。あ、いた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 。親分、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 ちょっと来てよ。一番最初に飲ませてもらったのは何だっけ、あれ、あのワイン、マルボじゃない、ラトゥールだ、ラトゥール、うん、大丈夫ですか、東京の方ダメだ、はい、ありがとうございます。病人です。ありがとうございます。具合悪いのにね、すいません、ね、すいませんよ、お前、はい、夜中にお前あんな電話するなよ、お前しました。俺が飲めなくなったワインやった時によ、そう、美味しかった、美味しいワイン今飲んでます、電話するなよ、お前まだね、マルボは残ってますから、セコイヤ、お前も、はい、もうすぐ飲むから、はい、25、6年前です。そんで、その阿部からワインハマって、今回イタリア行ったので、イタリア行ってバローロ行ってきました、持ってきました、間違いない、ここにはありません、あの、持ってこられないですよ、ここはポンサー入ってて、あのね、防腐剤入ってないやつだ、それなんかうまいですね。まあそんなわけでワインをね、飲み始めたきっかけは川上先輩の持ってきたラトゥールです。皆様にご迷惑をかけさせていただいてます。こいつにワインを教えたために皆さんにいろいろご迷惑をかけてます。みんな私が悪いんです、申し訳ございません。はい、ありがとうございました。しかし、あの、同級生といい、先輩といい、濃い人脈ですね。濃いですよね。濃いですよね。なかなかでもね、やっぱりあの、いろいろ付き合いがあるとしても、ここまで濃い人材を集めるっていうのはやっぱり才能ですね。いや、やっぱりあの、類があったと思うよね。いや、もう類超えてますからね。あ、そうですか。はい、そういう中で他にもお客様いっぱい来てたんですよ。で、今日来ている人、あ、カズさんとみんな T シャツ着てるね、かっこいいね、いいね。その頃ね、浅草の方からね、来てたのがいたんですよ。あんまり大きな声では言えないんですけど、うちの店で飲んで帰るんですよ。本当はまあ、おまるさんが行ったら伝わっちゃうんだけどね。ね、なんで中店のあの、浅草寺の一番近いところに揚げまんじゅう屋さんなんですよ、ここの絵っていう。そこのせがれさんがずっと亀有から付き合いなんですよ、小林、あ、もんじゃ屋もやってた、小林、もんじゃ屋、小林、あとは友達、友達もいるんでしょ、ありがとうございます。浅草といえば小林だよね。昔の座席が見てます。あ、昔の座席、昔の座席、あの山西がやってる、はい、切って、注文もらってから切って味付けしてシャキシャキの座席、座席、はい、じゃあ車で買いました。そう、もうでも時効だから30年前だ。そうだ、30年前だからね。で、あの、今日は後輩？僕の後輩なんですけど、わー、斉藤匠さんと来月デートで CD 化するんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、あの、僕の名前ゴーキと言います。ゴーキ、はい、ゴーキです。ゴーキ高齢者、はい、今日おめでとうございます。30周年、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。
ちょっと調子こいて一曲歌わせていただいてもいいのかななんて。あ、プレゼント。プレゼント。ありがとうございます。よろしいですか。はい、先ほどちょっとご紹介してもらったんですけど、俳優の斉藤拓実くんと来月ちょっと CD を二人で出すことになってまして、はい、宣伝しちゃってすいません。いいの。いいのよ。はい。よろしいですか。どうぞ。ちょっとやってみて。いいですか。聞かせて。うん、分かった。お願いします。お願いします。